今回の動画は今までの総集編。2023年から2024年の間、釜山で行った仕入れ先をまとめました。この動画から仕入れのコツを学んで、次からの渡韓仕入れに生かしてね。無料プレゼントのご案内です。韓国好きを仕事にしたい方に、韓国物販の有益情報を15個配布しています。概要欄のソア公式 LINE に登録すると、5秒で受け取れます。今回は2泊3日で釜山に仕入れに来ました。いつも通り仕入れだけでなく、観光やグルメも楽しんでやっていきます。このルーピーっていう韓国のキャラと、テジュ航空の限定ルーピーが、なんか一応、ちょっとですけど、見えてくれます。エコバッグとかもいいですね。なんかこれはなかったけど。テジュ航空限定の、を買いました。釜山の姫空港着いたんで、ちょっとコーヒー買ってきました。で、今からタクシー乗って、一旦ホテルに荷物を置きに行こうと思います。今日は円海軍のラッキードロー最終日ということで、このCGショップに やってきました。ちょっと今からラッキードローを引いていきたいと思います。3枚で5回引けます。じゃあこれ向こうでめくっていきたいと思います。ラッキードロー15回引いてめっちゃ重たいです。ちょっと急いでるんで、カードのチェックは後でホテルでやりたいと思います。CU でブラックピンクのティーマニーカードがあったんで買ってきました。1枚5000ウォンでだいたい1500円から1800円とかで売れてるので、利益まあ800円から1000円ぐらい取れます。ティーマニーカードのこういうコラボ系のやつは利益取れるんで、他にもレアなやつあったらぜひ探してみてください。いや、ほんまに人の量全然違うわ。通るほど混んでないから買い物もしやすくておすすめです。ケース見つけました。これ1000円で買えて2300円とかで売れているので、まあ、利益1000円ぐらい取れるかなっていう商品です。まあ、こんな感じでめっちゃコンパクトで持って帰りやすいので、これも複数仕入れていきます。じゃあ次がこのパソケースで、これ1万5000ウォンで買えます。1800円ぐらいで売れてるので、だいたい800円900円ぐらい利益出るかなっていう感じです。かわいい。はい、カカオフレンズで利益1万円分ぐらい買い物してきました。事前にリサーチをしてるので、15分ぐらいでパパッと仕入れすることができました。現地仕入れ行くときは日本国内でリサーチしておくと、すごく効率よく韓国現地で回ることができます。じゃあ次はスポーツ系見に行きたいと思うので、あちらの方に行こうと思います。今からアイアーズに探してる商品があるので見に行きたいと思います。パーカーと T シャツのワッフルっていうシリーズの商品を見つけました。もし見つかったら利益結構取れるんですけど、5万ぐらい取れるんじゃないかなと思ってます。じゃあ行きます。これの色があれば結構良かったんですけど、全部売り切れみたいです。探してたワッフルシリーズは色違いしかなくて買えませんでした。あ、バンクラインあるからここ入っていこう。セレクトショップ入ったら、カルバンクラインの商品があったので、前にも見てたんですけど、ジョングクの着てるカルバンクライン。これは、仕入れ79000ウォンで、一万
が3000円ぐらいに出ているので、利益が3500円ぐらい出ます。なので、5着ほど買って、利益1万7000円ぐらい、ここでゲットしていきます。このリュックなんですけど、仕入れ値が5500円ぐらい。で、販売が1万1000円とかなんで、1個で利益4000円ぐらい取れます。なんで、3つぐらい買っていきたいと思います。合計が1万2000円です。アイデア触ったんで、さっきのリベンジでもう一回見ていきたいと思います。さっきのリベンジでありました。この T シャツが5万9000本で、6000円ぐらいで買えるんですけど、1万5000円ぐらいで売れてるんで、利益が7000円ぐらいです。これ3枚買っていきます。3枚買ったら2万円弱出ます、利益が。と、これが9万5000本で仕入れができて、1万7000円ぐらいで売れるんで、利益が6000円ぐらいです。これも3つ買うんで、1万8000円利益取れます。さっきのリベンジができました。ワッフルシリーズだけで利益4万円ぐらい取れました。ラッキー。ニューバランスあったんで、着ていきたいと思います。またまた探してたやつありました。仕入れ値が1万6000円。で、ダックスフリーとかも入るんで、9000円ぐらいで買えると思います。で、販売価格が1万6000円になるんで、利益が4500円ほど取れるという商品になります。昨日のラッキードローの結果報告をしていきたいと思います。仕入れ値が 19,368 円で、トレカ15枚とアルバム3セットの合計販売価格が 44,438 円、送料手数料を引いて利益が 18,457 円になりました。のアウトレット東区3店に着きました。今から買い物と仕入れ両方やっていこうと思います。まず1店舗目はアディダス見ていきたいと思います。まずアウトレットキッチン Y3 の商品があったんで、これが利益でそうなんで仕入れしていきたいと思います。こちらのトートバッグが仕入れ値が1万4000円ぐらいで、販売価格だいたい2万1000円ぐらいです。で、利益がだいたい4500円ぐらい、これ取れます。もう一つがこちらです。これも絶対的に革の性質の Y3 のバッグで、仕入れ値が2万1000円ぐらいですね。で、販売価格が3万2000円ぐらいになります。で、各3つずつ仕入れをしていくので、3万4000円ぐらい利益が出てきます。店舗目がアウトレットのアディダスに行きました。で、商品はカバン2種類と、あと靴、サンダルと T シャツを仕入れて、利益が全部で6万8000円ぐらいになりました。で、このアディダスのアウトレットのポイントは、全商品、20% オフだったので、そしてさらになんか各商品 30%、40% オフになってたので、割引率が高くて、なるべくちょっと高額な商品を仕入れることにしたのがポイントです。なんかあんな感じで、シーズンオフ 60% やってたりとか、もともと安い上にさらに各ショップで割引入ってるんで、そういうお店は狙い目です。マリテで買い物してきました。で、買って、早速、iPhone ケース装着しました。仕入れのエコバッグと、自分のトップスも買いました。じゃあ次、ヘウンデに移動したいと思います。さあ、目もあって、仕入れもできて、観光と仕入れのバランスが取りやすいですね。ソウルに比べて人も少ないですし、リラックスでこうね、ゆっくり休むための旅行でも来やすい場所かなと思います。この辺でこうホテル取ってゆっくりするのも、休暇でゆっくりするのも、めちゃくちゃおすすめですね、これは。
スタバで探してるものがあって、あの、R って書いてるリバースって言ったの。で、バッグ探してるんで、今目の前にあったんで行きたいと思います。これ、かわいいですよね。確か日本もあったと思うんですけど、韓国で売ってるやつがある。前回のソウル編で、あの、仕入れをして、解説してるんで、また、一本前の動画もぜひ見てください。ぜひ行かずに、進んでもらいました。こんなんあるって知らなかったです。この人にしよう。リッキー、この、ゼベワンのリッキー君の、照明写真、フォトメイクっていうんですかね、をやりました。で、1回700円ぐらいで、で、1400円とかで売られてるんで、だいたい利益にすると、まあ、400、500円ぐらい取れるかなって感じで。で、1枚だけだったら、剥離すぎるんで、まあ、こういうの基本的にこのグループ全員分やったりとかっていう風にしていきます。まあ、まとめてこういうのをたくさんやることで、4、5000円ぐらい利益取っていくことできます。プサンの免税は、結構お店のレジで直接聞いてくれることも多くて、この空港でやるのはめっちゃ少なかったです。空港でやる場合は場所が B の24のここに来たら、あの、できます。では、キメ空港、釜山の空港のタックスリバウンドの方法を教えます。大阪から釜山までフェリーで行きたいと思います。お昼3時に出航して、明日の朝10時に着く便で行きます。乗ってる時間が19時間っていう形で、寝てる間に韓国に到着できるっていう料金なんですけども、この一人の乗車賃が1万5000円、これはスタンダード4人部屋っていうお部屋の場合の料金です。食事が夜と明日の朝のセットで1人2000円、ユーザーチャージとか税金がついて、1人当たり1万8000円ほどで釜山に船で行くことができる料金形態になります。子供さんとか見てゆったり船旅を楽しみながら行きたいなと思っている方にすごくおすすめかなと思います。船の中に免税店があったりとか、レストラン、カフェ、大浴場もあるみたいで、夜にイベントでカラオケ大会とかもあるみたいなので、今回はこのファンスタークルーズに乗ってお船の中のイベントも紹介していきたいと思います。で、物販をやる上で船で行くメリットがあるんですけど、それはまた動画の中で紹介していこうと思いますので、楽しみにしておいてください。出発審査終わって、船なんか移動するみたいなんですけど、荷物のなんか検査がなくてちょっとびっくりしてますなんかめっちゃすごくない？胸の中に今の自分が入るのめっちゃ豪華やん、全然韓国好きを仕事にするならどんどんコリア。荷物測ったりもされへんかったから、仕入れで持って帰るときはめっちゃいいと思う。飛行機やと乗るエアラインによって異なるけど、韓国の LCC やったら15キロ使ってて荷物で、プラス乗せる場合もお金払わなかったし、アシアナとかやったら23キロだから、結構いつももうパンパンやねんけど、船やったら荷物の数とかこれ言われるのかな、言われなさそう。なんか出国するとき日本のものを大量に買って、段ボールあ、積んでる人いるな。はい、韓国でいっぱい買い物とかしたら、うん、制限が少ない船の方が持ち帰りはしやすいですね。うん、一応30キロって書いてた気するんやけど、測ってないよ。入るとき測ってないです。測ってない、うん、ほぼほぼ検査なかったんちゃうかに。そう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 、出国はね、出国はちょっとどうなるかわからない。あるんだけど、一回これも調べてみます。今度シークレットコーナー、あ、これ気になるかもっていうものは厳選でしたりしてます。
誰かに聞けばこれどう思うみたいな感じで聞いて、ミミさんとかサワさんにも聞いてみようみたいな感じになって、すぐに教えてもらえたんで。おはようございます。今日は生徒の方3名と私で同行ツアーにやってきました。釜山で同行ツアーというのは実は今回が初めてなんですけれども、今からですねこちらのロッテ百貨店とロッテマートが併設した施設に行って資料していきたいと思います。今回同行ツアー参加される方はですね、九州の方と関西の方といらっしゃるんですけれども、すごく皆さん昨日のねミステリー同行ツアーで仲良くなられて団結力もバッチリなので楽しいツアーになるかなと思ってます。では行ってきます。バイマやります。バイマ、はい、バイマやりましょう。え、いいじゃないですか。結構いいですね。シンプルな、あと、私どうか普通色すごい、子これリサーチして例えば利益取れるって分かるじゃないですか。それで買うか買わないかこの決断するポイントってあるんですか。売れてる履歴もありますけど、売れる自信で売れるか、なるほど。でもめっちゃ可愛かったです、さっきの。ほんまに個人的にも欲しいぐらいの。すみません、焦られちゃう。あっちよりこっちが私フリースがないのがちょっと気になるんで、なんでしょうね。ただみんなそれでリサーチして何か分からへんけど、そういう系のやつがあるかもしれない。
忘れてしまう。いつも商品探すときってなんか気をつけてることとかってあるんですか？なんかちょっとあこれ気になるかもっていうものが検索したりしてます。なるほど。韓国から流行ってるものをチェックしておいて、そのキャラクターがいたら飛びつけて探すみたいな感じですかね。ありがとうございます。これ何韓国の何キャラなんですか？ね、これはなんかルーピーっていうトロロっていうアニメのキャラクター。へえ。韓国好きを仕事にするならどんどんコリア。めっちゃおしゃれやの。ガンダムのコリア限定のやつは実はリーフが取れるんですよ。このジャンルだけ特化とかにはしてなくて、この方がやっぱりリーフも売れるし、今もあったんですよ。はい、センタルシティの新世界百貨店にやってきました。なんかここはですね、ギネスブックにも過去載ったことのある世界最大規模の百貨店ということで、ここの百貨店私は今日初めて来ましたので、これから中に入って仕入れだったりとか、あとは通常のお買い物ができないか、ちょっと観察していきたいと思います。楽しみに。さあ行きます。割引は仕入れのポイントなんですか？うん、めっちゃポイント。今特に夏物のセールやってるお店多かったから、結構 30% とか 40% とか 50% オフとかが多くて、割引率が高ければ高い方が見た方がいい。で 50% とかやったら人気のブランドだって絶対利益取れると思う、大体今までの経験上。 30% でも人気の方やったら結構取れるから、こういうとこ見てたまたま同じタイミングがあったんやったら、割引率の高い人気ブランドは絶対見るのもおすすめです。さっきのキムさん言ってたけど、ポップアップは少なめやね、ここ。でもこう、ポさんのこのセンタルシティもポップアップやってることがあるから、今日もやってるんだけど、やってる場所があるから、アイドルとか人気のドラマのポップアップとかやってから立ち場であります。なさそう、全然ない、ほぼないな。グッズサバで探してた、なんか可愛いバレーシューズのスキーホルダーのやつがあったんやけど、ここめちゃくちゃ見て少なくて、本当どうやったかいいかなと思って着てみたんですけど、ちょっと少なめでした。でもこれはポさん限定やって、あ、こういうのはいいかもしれない。そうなの、あの2万3000円、これももしかしたら取れるかもしれないですね。
でもカップとかは一応口につける方なんでやめとくの。口につけるもんって NG なんですか？そうそう、なんか厳密に言うとなんか食品衛生法っていうのがあるから、輸入販売する際はなんかちゃんと清潔しないといけない。食器っていう扱いになるから、それは食器っていうのはしっかり届け出を出して検査にクリアしたものだけ販売ができるから、厳密に言うとダメなんですよね。なんでまあ一応フード管理はやめときましょうっていうようなこと言ってるんですけど、でもこのお土産にめっちゃ良くない？可愛いですね。可愛い。しかもさ、なんかサイズ感ちょうどいいよな。確かに小さくもなく。そう、これとかなんか良さそうやけどな。これ金さん利益取れんで。そうなんです。1000円ぐらい売れてんで。沢さん、なんで今日は映画館来たんですか？アイドルの人のライブを映画館でやるみたいな、ツアーの内容を映画でやるのがあるんやけど、アイドルの人がいて、なんかセブチとブラックピンクもかな、今あの映画やってて、それの特典が結構売れてたりするから、ブラックピンク最近好きやから、ブラックピンクやってたらなんか映画見てカードもらったらそれ出品してみようかなと思ってんけど、ここではちょっとブラックピンクやってなかったと、もしかしたら映画館その CD とかのロックシネマとかもあるからこっちかもしれへんし、もう終わっちゃったかちょっとちゃんと調べてないんだけど、まあ、映画館もこういうアイドル系のライブの映画があったら特典が利益取れたりするので、以前 BTS もやってていい感じの値段で取引されてた。だから推し活してる人とかはライブ映画楽しんで特典もらったらそれとか自分の好きなメンバーとかがなければ、それで映画代回収したりっていうのができるかなみたいな。ガンダムのコリア限定のやつは実は利益が取れるんですよ。日本語で書いてるやつは日本からも輸入してるやつなんで、一緒にいるタケちゃんが見たいっていうからしてみました。カカオフレーズとかなんかいろいろあるから、一番国とかもあるんですね。すごい、もう日本の、これはでも日本人さん、これも韓国産のやつがあったらめっちゃいいんですけど、そう、ハングルで書かれてるんですか？そう、コリアの君たちみたいな、長そうやな。コリアなんて書いてんの？これ再入国、人気商品らしいです。あー、日本のやな、韓国で人気のガンダムです。もしかしたらそのコリア限定のやつは出た瞬間に売り切れた可能性もあるよね。定価が何もか分からんけど3万ぐらいで売れとって、でも韓国でもう手に入れるの大変やと思う。その韓国限定ガンダムは、ソウルドアートって書いてるわ。煉獄さんと20周年メモリアルアストリ限定やからさ、メモリアル、これ聞いてみるな。うん、センター分けで、うん、嘘でした、嘘でした。やっぱ多分普通に韓国でも人気だと思う、絶対。20周年限定って多分不作用。こういうのが意外とガンダムもあるんですよ。ガンダムで人間と、でもこれは日本のやつやから韓国限定ではないけど、ガンダムベースってところでしか買われてない。全部新商品ですね。新産品。じゃあ売りましょう。結構いろんなブランド知ってるんですよ。うん、知ってるんですよ。でもどうやってなんか利益商品とか片付けられるのかなっていうの、結構普段からどういう商品が売れてるのかなっていう売れ筋のものをチェックしてることを続けてるから、副業の人とかだったらできる時間が限られてるやんか。だからその通勤の時間とか仕事の休憩時間とかに、とにかく売れてる商品だけ見まくるみたいな。でそれ覚えといて、見てみたら、あ、あの時見たやつやみたいな感じで見つけた時に、じゃあ利益取れられてるんかなっていうのを見るようにしてる。売れてるもんっていうのは同じブランドカラーですねとか、それともブランドは別々で商品単体でこれが売れてますっていうのは、そのブランドでやっぱり人気のやつもあるし、商品単体で例えば誰かが着用したからそれだけ売れてるとかもある。どちらもあるね。でも人気のブランドのものはやっぱり新しいのが出たら人気ブランドの定番品のなんかアイテムとかは絶対その毎年チェックしたりっていうのはしてるから、
それでブランドインプットして実際にちょっとお店とかで見つけたら実際に手に取ってみると余計なんか覚えるというか、それをどんどん経験として積み重ねていったら普通に利益が出る商品がめちゃくちゃすぐ見つかるし幅は広がる。だからあんまり私の場合このジャンルだけ特化とかにはしてなくって、なんかいろんな商品を仕入れできるようにしてる。その方がやっぱり利益も伸びるし、この世界のラクトリーストアって言ったら30とか80%ちょっと多分ここハイブランドとかが多いと思うんですけど、もしかしたら掘り出し物があるかもっていうことでちょっと見ていきたいと思います。え、これアディダスですか？うん、違うよな。あ、ただのブランドをこう並べておいて、商品は多分違う位置に。まあ、私の店にラクトリーストアはソウルのカンナムの方にもあるって紹介してる人がいて、ちょっと気になってたんですけど、うん、他にもあったので、ゴルフとかも詳しい人はね、見てみるといいと思います。あ、ここポップアップじゃない？ここポップアップだ。やっぱりセンタムシティの新世界百貨店にもポップアップスペースみたいな感じの場所がありました。ニュージーンズ、え、プリクラじゃない？釜山国際市場の古着屋さんがある商店街、まあ、市場ですねにやってきました。全部が古着屋さんっていうわけではなく、いろんなお店が立ち並んでるんですけども、その中から見つけた古着屋さんに入ってどんなものが置いてるかなっていうのを見ていこうと思います。一点物で置かれてるので、いいものがあったらねちょっと買っていきたいなと思います。いや、これもちょっと、これ古着じゃないですか。なんか怪しいですね。一点物系の古着やから。めちゃめちゃ怪しい。めっちゃ怪しいな。これ古着ちゃいます？バーバリン。そう、なんか刺繍ちょっとこういうところの刺繍雑かったら違うらしい、ね、二重になってなんかこれは違いそうやな。これはめっちゃ古着の香りがするわ。でもすごい質良さそうだけど、こう靴すごいな、見て。この中からめっちゃいいのがあるかもしれへんくない？安そう、逆にこういう感じで置いてあったら。すごい、ここ見て見て見て。前、あの会員制の古着屋さん行かしてもらった時、なんかこう山積みの中からお宝探すって感じやったから、ちょっとなんか似てるなって思いました。帽子とか持ってるの。え、ニューエラか。野球のやつとか。値段ついてないし、ちょっと店員さんもいないんで、いくらかってちょっと聞けないな。この辺も古着や、古着、シンデレラ、あ、お店の名前か。あ、ここのパーカー、古着のパーカー。あ、ほんまや、ギャルさん。値段がな、さっきからついてないよね。聞くスタイルやな。聞くスタイル。あ、
コンバースギャルソン。いや、靴もいっぱいあるな。うん、でも店員さんがいないんです、どこも。このなんていうの、見方がちょっと分かったら、古着屋さんと新品のお店と偽物のとこと見分けがつきますね。あの一点物しかないようなお店はやっぱヴィンテージの古着ショップやし、なんかブランド品がなんか同じ商品複数置いてるとこはまあコピー品かなって感じ。まあ、基本新品のとこはなんか普通の新品というよりコピー品の新品が多いなって感じでした。目利きができるのであれば、その仕入れるように買うのはおすすめかなと思います。その実店舗で知ってる人がいないときは、利きできないと間違えて偽物買ってしまう可能性もあるので、こういう市場で買ったものを販売するのであれば、まあ、目利きが自分ができるか、できる人と一緒に行くかっていうのがポイントになりますね。あとコピー品は絶対買っちゃダメですよ。めっちゃあったけど絶対ダメ絶対ダメです。これラコステ、やっぱりこの間まで古着のショップ行ってきたけど、韓国めっちゃ安い古着の販売額が、仕入れちゃんとねする人にとったらめちゃくちゃ美味しいよね。日本とかでブランドの古着屋さんとか行ったら全然 4,5 千円するもんな。 4,5 千円しますし、うん、状態も悪い、めちゃめちゃ染みついてるし、結構どこも高いもんな。 2,000 円とかで買えるやつやったら多分めっちゃ汚れてるよな。首とかもビヨビヨ。あ、なんでこんな状態いいんやろな。よりすぐりですか。これ白めっちゃ可愛くないね。可愛 いです。あ、スプリームあるで。え、生地めっちゃなんか白いな。これも2万ウォンじゃん。生地ついてない。ほんまに綺麗。でも私が着てたら偽物みたいな。こうやって偽物混じってないよな、さすがに。めちゃめちゃ選別はしてるっておっしゃってた。確かに掘り出しもめっちゃありそう。ここ好きな人とかめっちゃ楽しいよな。絶対楽しいです、うん、もうすでに選別されてるからどれも可愛い。綺麗なんかよくない。あの独特の古着の匂いもしないし、それがないからいいかも。いいし綺麗し、ちゃんと目利き自分でもできる人だから売るのもめっちゃいいな。古着好きな人絶対面白いわ。じゃあ続いての店舗はこちらです。ここも事前にちょっと調べてたお店にやってきました。すごいおしゃれな感じが伝わってるので楽しみです。フンバースとアーガイラのドラムって、どうするじゃない？ああ、だよ。え、これ何ぼ？ 10 万、15万やん。韓国好きを仕事にするならどんどんコリア。今日3店舗なんですけども、1店舗目がブランド系のアディダスとかノースフェイスとかナイキとか、あと他にもハイブランド系のバッグだったりコロラルフローレンとかバーバリーのコートとかが置いてるザ・古着屋さんっていう感じの卸値みたいな感じの価格帯の古着屋さんに行って、で2店舗目3店舗目は大阪の堀江とかにあるようなちょっとおしゃれなね古着屋さんに行ってきましたね。状態いいのに値段が安いから、その日本のリサイクルショップで売られてる古着よりかなり安いだから、韓国で仕入れても利益が取れるって感じで、うんうん、あとはまあ注意はコピー品やね、はい、結構ごっちゃに古着屋さんがあってコピー品のお店があって靴屋があって普通の洋服屋があってみたいな感じで、いろんなお店がバラバラに混じってるようなエリアなので、注意点としては皆さん、あの間違えてコピー品だけ仕入れないように気をつけてください。いかがでしたか。ぜひコメントで感想を教えてくださいね。概要欄のSOA公式 LINE に登録するともらえる無料特典も忘れないでね。